冬ニット着回すまで帰れません。早澤さん、おー、びっくりした。お疲れ様です。このニット着回すまで帰れません。はい、というわけで、はい、岩瀬戸さん、はい、こちらの大人気の 2way 配色、はい、パイピング、はい、ニットを、はい、こちら4色あるので、はい、お好きな色2色選んでいただいて、はい、着回してください。はい、というわけで、どちらの2色にしますか？これとこれで、こちらで、はい、いきたいなと思います。おしゃれにコーディネートしたいと思います。組むまで帰れませんからね。コーディネートのポイントを教えてください。はい、白のパイピングニットに、カラーパンツを合わせました。で、ポイントは裾から、白のインナーを合わせたのと、今季トレンドの B3 を合わせてちょっとかっこよく大人っぽくコーディネートしてみました。はい、では続いてのコーディネートのポイントお願いします。はい、カーキのパイピングニットに大人気のマーメイドスカートを合わせて、コーディネートしてみました。私は配色コーデがすごく得意なので、今回首元にカラーを、ポイントで入れたコーディネートとなっております。ありがとうございました。あれ、びっくりした。びっくりした。このニット着回すまで帰れません。びっくりした。おはようございます、里村です。ではこちらの人気の柄ショートカーディガン、2way カーディガン、はい、4色ご用意したので、はい、この中から2色好きなものを選んでください。はい、私はカラーがよく使うのでまずこれです。はい、あともう1個、あともう1個はちょっと甘めなお色を使いたいと思います。はい、では里村さん、コーディネートのポイントを教えてください。はい、モノトーンなニットなのでカラーのスカートを選びました。袖口と首元からレースを出して甘さをプラスした大人かわいいコーデです。里村さん、続いてのコーディネートのポイントを教えてください。はい、続いてのコーディネートは甘さのある色のカーディガンだったので、少し辛めの要素を入れたコーディネートになっています。ミニスカートはウェブ限定のミニスカートで、伸縮性があってとても履きやすいです。こちらもウェブで先行予約中のお財布になるミニショルダーです。ぜひチェックしてみてください。おしゃれは我慢、うん、子供さん、このニット着回すまで帰れません。嘘、何それ、どういうこと、 YouTube？ そういうこと。よろしくお願いします。お願いします。はい、では子供さん、早速ですがこちらの透かしニットカーデ、はいはい、こちらのアイテムのどれか2色を使ってコーディネートを組んでいただきたいと思います。はい、選ぶ2色これとこれにします。
はい、では児玉さん、コーディネートのポイントを教えてください。透かし柄ニットにデニムを合わせたカジュアルコーデにしてみました。インナーにリブのタートルニットを合わせていて、袖口と首元から見える、配色、ブルーの配色がポイントです。はい、では続いてのコーディネートのポイントを教えてください。はい、中に2P ニットのキャミワンピだけを着て、その上に透かしニットをレイヤードしたコーディネートにしてみました。ポイントは黄色とグリーンのカラーブロックがポイントです。で、メガネも、絶好メガネをしていて、色味が合うような、全体的なコーディネートにしているのがポイントです。